もう一つの楽しみがグルメですよね。今年も球場の正面にあるバファローズタウンには様々なお店が並んでいます。今日はスペシャルゲストと一緒にバファローズタウンのおすすめグルメをご紹介します。ビーズグラビティの皆さんとバファローブル君です。ルイです。ゆかりです。バファローブル君とゆうきです。コウタロウです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。球団公式のダンス&ボーカルユニットビーズグラビティ、オリジナル曲のリリースやワンマンライブの開催などプロ野球界の枠を超えた活動を続けていて、2024シーズンは新たに球界初の男女混成ユニットとして生まれ変わりました。キャンプ地の宮崎グルメを楽しみにしているというビーズグラビティと一緒に、さまざまな飲食店が揃うバファローズタウンでおすすめグルメを紹介してもらいます。私のおすすめはこちらです。地鶏ですね。はい、もう地鶏を食べないと大阪には帰れないです。やっぱり宮崎といったら地鶏ですか。やっぱり宮崎といったらもう地鶏って有名なイメージがあるので、絶対に1回は食べてほしいです。大阪でも有名なんですね。めちゃめちゃ有名で、みんな多分絶対に知ってると思います。そうなんだ。はい、柔らかい、めっちゃ柔らかいです。続いてゆうきさんのおすすめはこちら、宮崎の定番グルメ辛麺です。冷えた体も温まるキャンプ観戦に嬉しいメニューです。初宮崎なんでもう絶対食べたいと思った、うん、この辛麺、うん、美味しいです。すごいスープからもこうニラの風味だったり、あとこの卵の柔らかさっていうのがすごいマッチしてめちゃくちゃ美味しいです。ゆかりさんのおすすめはこちらも宮崎グルメの定番、チキン南蛮です。去年春季キャンプに来させていただいたんですけど、もうそれからチキン南蛮を食べてもハマって、ずっと食べてやっと1年越しに食べれます。めっちゃジューシー、肉汁出てます、うん、美味しい。そしてコウタロウさんのおすすめは牛串、宮崎県産黒毛和牛エモー牛を使った贅沢な串焼きです。いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。おー、すっごい柔らかくて、はい、で肉もすごく甘みがあってめっちゃ美味しいです。止まらないですね。はい、止まらないです。私も食べたいです。2つ目もいっちゃいます。美味しいです。他にも様々なお店が並ぶバファローズタウン、皆さんはどんなグルメを楽しんでいるのでしょうか。チキン南蛮丼、カレー、はい、タルタルたっぷりで美味しいです、はい、カレーとの相性が良くて美味しいです、はい、東京からです。どうしても食べたくってで一回お昼食べたんですけど、お腹空いたんで餃子食べようと思って。どうですか、お味。あ、美味しいです。あ、お昼は地鶏の炭焼きを食べました。美味しかったです。今日はオリックスバファローズ宮崎春季キャンプのおすすめグルメをご紹介しました。ビーズグラビティの皆さん、バファローブル君ありがとうございます。ありがとうございました。今日ご紹介したもの以外にも、美味しいものやキャンプ地でしか買えない限定グッズなどもございます。ぜひぜひ皆様キャンプ地に遊びに来てください。